高校時代で友達できねえよな。高校は1年から3年まで何一ついい思い出ないから。宿題とかがあった時にこれ誰か岡田に教えてやってくれって先生が言うんですけども、大概な教育者だと思うんですけども。星野優さん、女性10代10代、こんにちは。いつも楽しく動画を見させていただいてます。高校1年生です。大好きです。笑顔が特に良いと思います。こういうことを言うとね、63歳のおじさん舞い上がるから書いちゃダメです、実は高校に入ってもう5ヶ月ぐらい経つのにクラスの友達ができませんいきなりドスンときた。高校時代で友達できねえよな。俺中学3年の時はもう人生で一番イケイケだったんだけども、高校は1年から3年まで何一ついい思い出ないから。実は高校に入ってもう5ヶ月ぐらい経つのにクラスに友達ができません。中高一貫校といって高校進学はエスカレーター式の学校に通っているため、中学の友達は他のクラスにいるのですが、高校ではみんな別のクラスに行ってしまいました。友達が必ずしもいなくてはならないわけではないのですが、私は友達欲しいです。どうすればできるのか、迷惑でなければ教えてください。お願いします。情けない質問ですいません。いや別に迷惑ではないですけども、さっき話したように高校の時僕本当に友達いなかったんですよね。どれくらい友達がいないかっていうと、僕が、学校ですね、いつものようにサボるわけですよ。もう本当にラグダイギリギリまでサボるんですね。そうするとプリントとか提出とか宿題とかがあった時に、これ誰か岡田に教えてやってくれって先生が言うんですけども、なんか高3の時かな、先生がねもう呆れ果てて、いやもうこれ誰かまたこれ岡田に教えてやってくれって言っても、岡田に教えるやついねえよなっていうふうに言ったそうなんですよ。僕それ知らなかったんですけど、それを言うのも大概な教育者だと思うんですけども、そしたらクラス の, もう忘れもしない沼田さんって女の子が僕のところに電話かけてきて、岡田君、先生がこんなこと言ってたよ、私はあまりに腹が立ったから岡田君に電話かけたよっていう沼田さんありがとう、あなたの恩は忘れませんまあ別にそれで沼田さん友達になったわけでも何でもないんですけど、沼田さんは正義の怒りですよね。先生なのに岡田にはどうせ友達もいないんだろうと、はっきり本当のことを言うっていうのでかけてきてくれたんですけども、でまあいう生活をですねやってたのでですね、僕も高校で友達いないっていうのはしんどいと思います。で僕みたいな性格だったら高校で友達いなくても SF 小説読んでりゃいいやって思ってて、本当に SF 小説読んでりゃいいやっていう感じでですね、本当に修学旅行とかもずっと単独行動だったので、で単独行動だったって平気だったとは言いません。単独行動なのはやっぱすごいへこむんですよ。へこむんだけども、いやこれがやっぱりもう自分の人生のもうあるあるだよなと思って、しょうがなく受け入れたんですけども、星野さんの場合これを受け入れることもないでしょうね。やっても意味ないしかね。なので友達いないんだったら自分と同じように友達がいない人をですね探すのがいいと思います。でそいつらに声をかけるですか、つまり自分が何かしんどいな不幸だなと思う状況になれば、こういう人って可視化されてない、クラスの中では目立たないんだけども、私と同じような気持ちの人は何人かいるはずだというふうに考えて、彼らに対して彼女らに関してアプローチするわけですよね。もう頑張って友達になろうっていうふうにですね言うのが一番いいと思います。これはもう全てのマーケティング の原則です。何か自分が嫌だなと思ったら、この嫌と思っている人は世の中に何万人もいるはずだ、では彼らにどのようにアプローチすれば商売が成立するのかっていうふうに、大人相手には僕はこういうふうに言うんですけど、高校生相手に話すときは自分と同じようなしんどい目に遭っている人は本当に学校に絶対いるんですよ。それが見えないだけで、見えないのは何でかって、星野さんがみんなはキラキラして友達がいるって思ってるからです。でも星野さんから見てみんながキラキラして友達がいるっていう、その友達同士っていうのは実は相手の機嫌を取ったり毎日気を使ったりする星野さんが今やってない努力によって、かろうじて私友達ゼロじゃない、星野みたいに友達がいないわけじゃないっていうような、なんかねものすごい薄っぺらな氷の上に何とか踏ん張って立ってる人らがいっぱいいると思うんで、そういう人らを見つけてですね勇気持って声をかけてください。これによって損することは何もないのでですね、で多分そういう人らもその方が楽だと思いますんでですね、情けない質問ですいませんに対して、情けない回答ですいません、僕も高校の時友達いませんでした。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。